今日のゲーム振り返っていただけますか。まあ、そうですね。この雨でと風で、まあ、自分なかなか自分たちのこういうやりたいサッカーっていうのが、えー、なかなかできなかったなっていうのがまあ一つですね。残りの試合も少なくなってきた中、改善していくのはどういった点になりますか。うんやっぱりシュートを打つ部分のところが一番じゃないですかね。はい、J2 昇格へ向けて今後の試合への意気込みをお願いします。 いやもう本当に僕たちは勝つしかないのであのもうその気持ちだけ持って次の試合も臨みたいと思います。